皆さんこんにちは。小沢明と申します。大学では藤巻ゼミに所属し、2D グラフィックを専攻しておりました。本日はオリジナルカフェのブランディングの発表をさせていただきます。よろしくお願いいたします。今回のテーマは、牛乳への愛情の具現化。22年間、当たり前のように続けてきた、牛乳を飲むという習慣。今までの私は、飲むという行動でしか、 好ききといいいう思いを表現ででていませんでしたそこで卒業制作という時間を使い牛乳への愛情を形にすることにしました制作内容は牛乳をふんだんに使用したカフェのブランディングでカフェで必要となるツールを15点制作いたしました皆さんはどのような時にカフェを利用されているのでしょうか私は本を読んだり アアイディア出ししをすする際によく利用しています私が理想とするカフェは、一人で入っても落ち着ける空間であることです。なので、一人を満喫できるカフェをコンセプトにしました。カフェの名前はミルクイーンです。ミルクと女王という言葉を掛け合わせました。主なターゲットを女性とし、高級感や清潔感を感じさせられるようなロゴマーク、 ロゴタイプのデザインを心がけましたどこに気を使ったかというと色と書体の2点ですテーマカラーを紺色にしました紺色には清潔感、気品、落ち着いたイメージを与えることができるのですロゴタイプ、ロゴマークにはカッパープレートという書体を土台にし、制作しましたカッパープレートは信頼感や高級感を与えることができます ロゴマークを縦表記にした理由は牛乳パックや牛乳瓶を連想させたかったからです愛と Q のバランスを調整するのに苦労しましたそれでは何点か制作したツールをご紹介していきますこちらはスタッフが着用する衣装です大きなボタン、フリフリのレース後ろには大きなリボンがついていますスカートのみ制作いたしました 次にこちらがマグカップとコースターですそれから名刺、シール、ブックカバーです名刺は手に取ったときに紙の素材や質感を体感してもらえるよう活版印刷で印刷しましたそして最後にグラスです卒業制作展では写真のように展示いたしました 当日はたくさんのご来場者の方にお声をかけていただくことができました。今回の制作で自分の夢の小さな一歩を踏み出すことができました。これからもたくさんの知識や技術を吸収しいつか本当にミルクインをオープンできたらと思っています。以上で私の発表を終わりりまますごご聴ありがとうございました